堀内恒夫さんマジでヤバい。週刊ベースボールのドラフト特集号の堀内恒夫のジャイアンツについて書いたコラム。岡本は巨人の4番なんだからサードで行くべきだろう。坂本のコンバート先は1塁だろう。嫌なら坂本は今年で引退しろ。大城は1塁にコンバートして正捕手を小林に明け渡せ。嫌なら小林で松井裕樹でも取って小林を解放してあげろ。くそ、どこから突っ込み入れればいいのかわからん。一塁を坂本と大城で被ってませんかね。阿部を一塁コンバートさせようとした無能やからな。05年の時首にしてなかったらヤバかったわ。コンバートはさせんと思い込んでる節がある。この一投手以外はマジで適当よ。唐突な松井に笑う。坂本がファーストもうまくこなせそうなのが悪いよ。